カシャンは、フランス、イルド・フランス地域圏、バルド・マルヌ県のコミューン。カシャンは、パリ南部の郊外都市である。ポルト・ドルレアンやポルト・ディタリーより、約2キロメートル、フランス国道のゼロ地点である、ノートルダム大聖堂より約7 4キロメートル南に、位置する。県の西部、オード・セーヌ県と境を接している。カシャンは、ビエーブル・川谷に向かって伸びる丘の上にある。丘の上からは、 パリ南西部の美しい眺めやエッフェル塔が見える。カシャンは、ルイン一世時代より知られており、かつて、ハンセン病患者の病院があった。872年、シャルル2世は、サンジェルマンイコールデイコールプレ修道院に対し、カシャンが修道院寮であることを認めた。1308年、フィリップ4世はカシャンにマナーハウスを構えていた。フィリップ4世が住んだ邸宅は、 1353年に、ジャン2世が拡張を行った。カシャンがコミューンとなったのは1923年である。それまでのカシャンは、工業の進んだアルクイユの農村で、ブルジョアが暮らす住宅地というよりも、むしろ集落であった。しかし時が経つにつれ、二つのコミューンとして、自治を主張するようになった。1902年、すでに数校の学校が存在したアルクイユに、 新たな学校の設置が決定されると、アルクイユからの分離を求めるカシャン住民の抗議運動の引き金となった。アルクイユに労働者が多く住み共産主義が優勢であった一方、カシャンはブルジョワの住むコミューンとなった。1956年、高等師範学校、カシャン校が設置された。レビューでシャンティエス・ジュ・カーディナル、ニューメロ118、ジュイン1992、 P17, ありがとうございます。